今日は第50回日本甲状腺外科学会学習会の市民公開講座に来ていただき大変ありがとうございます。ちょうど50周年を迎える甲状腺外科学会は、実は日本の甲状腺の外科手術の専門家の集まった会合であります。これを受けまして、私たちは福島の原発事故の後、多くの甲状腺の疾患が見つかったということで、福島の住んでいらっしゃる皆様方に対しまして、正しく、あるいは甲状腺のいろんな病態、あるいは手術、その他につきましてもしっかりとご理解いただきたいということで、今日は鈴木大会長のご後輩によりまして、このような会を持つことができました。4人の演者の方々にご発表いただきますけれども、そのうちのお一人はベラルーシのミンスクの甲状腺がんセンターから来ていただきました。で、その方に関しましては、逐次通訳でロシア語、日本語で講演させていただきたいと思います。この4人の講演につきましては、最初の演題と3番目を私が雑誌をいたしまして、2番目と4番目につきまして鈴木先生が雑誌をさせていただきます。もう一つのこの会の目的は、福島県立医科大学でどういう甲状腺の診断あるいは治療をしているかということもご理解いただこうという意図で、こういう会合を設けさせていただきました。今日は市民公開講座ですけれども、質疑応答がありません。しかし、しっかりと聞いていただければというふうに思います。では最初の演者をご紹介させていただきます。伊藤病院の坪井久美子先生であります。坪井先生は、実は震災以降ずっと福島に来ていただきまして、超音波の検査等で多大なご尽力をいただいている先生であります。私は県民健康管理センターの坪井と申します。で、今日は甲状腺ホルモンのお話をしたいと思います。皆さん、ホルモンというと、何を思い浮かべるんでしょうか。こてっちゃん、違うね、あれはね、牛さんの小腸ね。で、ホルモンといえば、やっぱり男性ホルモンと女性ホルモンならなんとなく分かるかもしれませんね。で、皆さん、家族の方、知り合いの方、ステロイドホルモン使ってる方、たくさんおられるですよね。気管支喘息だったり、アトピーだったり、それから重症の肺炎でステロイド使ってこうやって退院できましたっていう方もいらっしゃると思う。ごく普通に使われてるステロイドホルモン。で、その下の方なんですが、インスリン。これは高齢化社会で6人に1人は糖尿病で、糖尿病もインスリンが出なくなってしまって、インスリンの注射をしなきゃいけないという方がだんだん増えてきます。なので、うちのおじいちゃん毎朝インスリン打ってるんですよね、なんていう方もおられると思います。で、今日は甲状腺ホルモンのお話をいたします。甲状腺はどこにあるのか。喉仏の下のところにあります。首のところにあると思って、この顎のあたりね、この辺ぷよぷよしてなんか腫れてるんですけどって言うけど、それはただの脂肪です。のどぼとけの下です。右と左がございます。で、皆さん歯の治療なんかするときは鉛のエプロンとかね、させられて写真カチャって撮りますね。鉛のエプロンの中にはこういうのもあるんですね。これは甲状腺を守るためのエプロンなんですね。で、甲状腺ホルモンは材料を、海藻とか魚介類にたくさんあるヨウ素になる。ヨウ素を取り込んでパクパク食べると甲状腺でホルモンを作ります。で、甲状腺は、ホルモンをまずは貯めといて、そこから必要に応じて毎日毎日、全身に運びます。ところで、このヨウ素を材料にしてホルモンを作るって言いましたけども、要素が足りないとですね、先天性の甲状腺機能低下症っていうのになるんですね。機能がないって書いてある、この通り。で、この方はですね、32歳だから35歳。お二人とも同じ年齢なんですが、甲状腺ホルモンがないと、要素が足りなくて甲状腺ホルモンを作れないと、身長は伸びません。で、知能も発達いたしません。で、これはアフリカの方なんですが、9歳の、この子とこの子同じ9歳なんですが、こういうふうになってますね。で、甲状腺ホルモンはないと困るホルモンなんです。ホルモンみんなないと困るんですけども、あちこち伸ばしていかなくちゃいけない。
ね、脳の中身も伸ばさなきゃいけないし、身長も伸ばさなきゃいけない、そういうホルモンなんですね。で、ヨウ素欠乏っていうのは日本では考えられないような状況かもしれませんが、世界で16億人もいます。で、そのために甲状腺が腫れます。こんなに腫れちゃうんです、ね、甲状腺腫らして一生懸命作ろうとしてるんですよね。で、どうにか、まだ低下症にまでなってない人がたくさんいます。で、ヨウ素が足りなくってホルモンが足りないから脳の損傷を起こして、知能のレベルが下がるっていうのが4300万人いる。で、しかもですね、妊娠初期にお母さんが重度のヨウ素欠乏だと流産だったり死産だったり、新生児の死が年間6万人と言われてます。で、ここにある甲状腺がこうやってこんなに大きくなっちゃうわけですね。で、世界のヨウ素は3分の1が日本で作られています。で、チリがあと3分の2ですね。で、日本は先進国ですから、JICA が調べてですね、ユニセフの援助として無償資金協力で用土塩を供給しております。で、なんで用土塩なのか、用化カリウム岩っていうのをご存知だと思いますが、今回の事故でね、そういうのが無機要素があるっていうのを聞いたことあると思うんですけども、そういうのを、塩の形で配布するのは低開発国ではこれが廃要素って言って錠剤をもし渡すとすると、その部族の一番偉い人たちが全部自分たちで持ってる、ね、だけど塩だとみんな家族中塩の味付けで食べるので、一番行ってほしいのは妊婦さんだったり女の人だったり子供ですよね。その子供たちが要素をちゃんと取れるようにということで要素塩を、配布してます。で、要素塩を配布することによって甲状腺腫は減少しております。で、一番なんか人口が多そうな中国の話を例えてしますが、4億人が用土欠乏なんですね。内陸の方で、海なんか全然ないね、そういうところでは要素欠乏 でこの先ほど言ったクレチン症とか甲状腺腫だけじゃなくて、一般学童の学業成績も不振だし、成人も労働力として、十分発揮できないということで生産性の低下、 GNP 下がるって、そういうような状況なんですが、供給すると、良くなってます。で、これは中国の悪口を言ってるわけじゃなくて、実は中国は4000年の歴史で漢方薬っていうのがあるぐらいで、交換これは前漢が、紀元前0年からマイナスですね。で、交換が、0から200年のその大昔にですね、お薬の本があるんですけども、この中にちゃんと甲状腺腫の治療には海産物の、摂取がいいっていうふうにちゃんと書いてあるんですね。ちなみに美人で有名な楊貴妃は、甲状腺要素が足りなくて甲状腺が腫れてたんですね。で、中国の文明は内陸から始まってますよね。四川省とかね、あっちの方ね、シーガとかね、それで用土が足りないので奴隷を使って、海の方行って、スポンジ海綿ですね、あれを取ってきて、粉にして飲んだというふうに、どっかに書いてありました。で、中国の悪口言ってるわけじゃなくて、西洋の名画でもみんなこうやって甲状腺が腫れてるんです。アルプスのあたりは昔海だったんです。大昔海だったんですが、その後ふーっとアルプスができて、あと雨風雪、水が流れて要素が全然ないので、こうやって晴れてるのが普通っていう地域もたくさんありました。で、これも西洋の名画で、マリア様が、甲状腺が晴れてるっていう絵は、ダヴィンチの絵とかいろんなんで、ラファエルの絵もそうですけどもありますね。これはですね、甲状腺の顕微鏡で見たとか、これね、ポコポコ穴が開いてますね。これがね、甲状腺の老化っていうんですね。要素を材料にして甲状腺ホルモンを作って、貯めとくんですね。毎日毎日必要な量が出してるんですけども、いざっていう時にはボンと出せるようになってるんですね。で、この水たまりみたいなのが大きくなったのは、これが老化ですね。で、甲状腺の専門医は甲状腺の嚢胞があるっていうのはごく普通のことで、何の不思議もないと思ってたんですが、福島県で
お子さんたちの検査をするようになって、のほほがるって聞いて、生まれて初めて聞いて、もうすごく心配されたお子様やご家族たくさんおられると思いますが、こういうのはごく普通でございます。はい、で、ヨードはね、不足しちゃいけないので取らなきゃいけないんですが、皆さんヨードは足りてるでしょうか？大丈夫です、足りてます。100、200ぐらいあればいいんですね。で、例えばわかめ乾燥 5g っていうのはこれで、わかめの酢の物だったり、わかめの味噌汁だったりする、あの量ですね。それで300入ってますので、皆さん毎朝わかめの味噌汁取ってれば大丈夫です。塩分には気をつけましょう。でも甲状腺には関係ないですね、塩分はね。はい、で、海苔ね、海苔1枚ね、毎朝海苔1枚は食べない、もうちょっと少ない、みんなで家族で分け与えてるかもしれませんが、これで120枚ですね。で、一方ですね、昆布はですね、取れる場所とか季節によって用土の含量は違うんですが、平均してくると 5g、 これが出汁に使うね、5cm 角ですね。うちは 10cm 角使ってるったらそれの4倍ですよ。で、大体 10mg ぐらいに1万入ってます。で、3000を超えないようにというのが、厚生労働省の値ですね。で、世界ではそんなに超えちゃいけないということになっているんだ。日本人昆布たくさん食べてますので、適応してるらしくて、ちょっとぐらいなら大丈夫で、皆さん注意していただきたいのはヨードのうがい液ですね。ヨードのうがい液、殺菌作用があるのでとてもいいと思うんですけども、あの中には、ヨード分がものすごく入ってて、喉のところにへばりついた量で14,000、海苔食べる100倍入ってます。なのでお子さんたち甲状腺機能低下症にならないようにって思えば、ヨードの場合はやめましょう。あとお魚海産物にもヨードが入ってますね。甲状腺ホルモンは何をしてるんでしょうか？はい、体中動かすんですね。脳神経だったり、心臓動かしたりね。で、ホルモンが過剰になると熱を産生するので暑がり、発汗過多、ね、心臓バクバク言うので動悸がして頻脈になって息切れになります。で、腸はいっぱい動くので、下痢や軟便ですが、どんどん動くので食欲は更新します。でも体力消耗どんどんするので痩せてしまうし疲れやすい。脳の方は、活発にするんですけど、脳が活発になるとノーベル賞のもらえるほどお利口さになるんじゃなくて、イライラして眠れなくなるだけですね。で、肝臓は、物をどんどん代謝するのでコレステロールは下がるから、まあ、これだけ見ると今回の検査コレステロール下がってよかったとかって思っちゃいけないんですよ。ダイエットも何もしてないのにコレステロールの下がった時は甲状腺ホルモンが増えた時かもしれません。ということで、甲状腺ホルモンが多すぎると、新陳代謝が活発になって、でも興奮して、疲れやすくて、体調が悪くなる。で、甲状腺ホルモンが増える病気で一番重、皆さんがよく知ってるのはバセドウ病ですね。はい、で、甲状腺を刺激する抗体のせいでホルモンがいっぱい出てくるんですね。で、目が出たりするのも知られてるんですが、お薬で治療すると数年から数十年で、そんなことやってられないと思えば甲状腺を手術して取ってしまう。あるいはこれがね、福島の地ではすごくドキッとするかもしれませんが、ヨウ素に放射能をつけて、それをカプセルになってまして、パクって飲むだけなんですよ。注射もしなければ外から放射能を浴びるわけじゃないです。こうカプセルを飲むとですね、甲状腺だけに入って、2ミリほど放射能が飛んで甲状腺を壊す、こういう治療もあります。で、薬でダラダラとやるのが、内科医の仕事ですから、私は大抵これをしてますけどね。で、バセドウ病じゃなくって無痛性甲状腺炎っていうのがあって、甲状腺のホルモンが甲状腺からポロッと出てきて、でもすぐまた治っちゃうっていうのがあってね、3ヶ月ぐらいで治りますね。できればホルモンが増えても3ヶ月で治る方がいいですね。何もしない方がね、いいなと思います。で、ホルモンが足りなくなったら、さっき申し上げたようにですね、精神神経発達が遅れるので、子供だったら知能障害です。大人だったらある程度ちゃんと普通に機能があるところから落ちていくのでボケということで、うちのかみさん最近ボケてんだけどって、それはボケじゃなくて甲状腺機能低下症かもしれません。それはヨードの具合をやりすぎたせいかもしれませんね。で、熱を出すホルモンですから、熱が出ないので寒がり、皮膚はゴワゴワね、皮膚乾燥して、で、あちこちね、むくんでくるので、
ひどい方は舌が肥大して喋りづらくなってもごもごやってですね。で軽いと筋肉のつりぐらいですね。でも心臓に水が溜まっちゃった人もいるし、お腹が動かないで便秘ぐらいで済めばいいんですが、巨大結腸症でイレウスという状態で緊急に手術をするためになっちゃった人もいますね。でお子さんの場合は成長発育期は低身長、これが大事ですね。この間もお電話で、ご相談があったんですけれども、低身長で調べたら甲状腺機能低下症でした。甲状腺機能低下症になればジラジン S っていう商品名なんですけど、あの甲状腺ホルモンを飲めば、全く問題なく、成長発育いたします。で、お子さんは生まれてすぐ1週間以内に甲状腺の検査を全員してるんです。山の中で一人で産んだとかでなければ、あのかかとのところパチってこうやって血液取って調べてるの、あれが、甲状腺機能低下症の検査なんですね。で1ヶ月以内に治療すれば知能も問題ない、身長も問題ない、そういうふうな、状況で1975年ぐらいから日本では全部やってるんですね。でそれ以降に発症するとまた、低身長ということで、ホルモンがないと新陳代謝が低下して冷え性で皮膚が乾燥して、食べてないのに体重が増えしだれて、なんかこうその辺の疲れたおばあちゃんみたいな感じもしますけど、はい、甲状腺機能低下症になるのは先ほど言った用度が足りない、反対に要素が多すぎる、日本ではこれが一番多いね、はい。で病気として一番有名なのは慢性甲状腺橋本病ですね。20人に1人は橋本病なんですよ。橋本病だけど甲状腺機能は正常っていう人がほとんどなんです。そのうちのごく一部の人が甲状腺機能低下症になるので治療をしなくちゃいけない、ね。あとは転換の薬だったり結核の薬だったり抗がん剤をやったりして甲状腺機能低下症になる方もいますが、これはこっちの治療を優先して、あとは甲状腺ホルモンを飲んでいただきます。で甲状腺手術してしまえば低下症ですね。放射能も浴びちゃうと低下症ですね。あとは生まれつきの甲状腺のホルモンが足りないとか合成症、これが生まれてすぐに1週間以内に検査して、早期発見して、日本では、そういうために、こんなことになってずっと施設で、暮らしてるみたいな子はいなくなりました。はい、で要素の過剰注意しましょうね。何でも多ければいいわけじゃなくて、大人で3000、妊婦さんで2000と言われてます。はい、これ人間だけじゃないんですね。甲状腺ホルモンね、甲状腺ホルモンはオタマジャクシが変態するときに必要なんです。でカエルになれない、カエルになれないでこんなになっちゃうんですね。ということで、今日は甲状腺ホルモンの作用をお話しいたしました。ご清聴ありがとうございます。